1年半ぶりの東京、もうね、セミの声も聞こえるし、めちゃくちゃ暑いです。なんかね、沖縄の暑さとまた全然違いますね。風が吹いてないから、なんか低温サウナに入っているような感覚です。はい、今日もまあお天気がいいので、まあ、それは良かったですね。はい、ということで今は麻布十番の方の駅で降りたんですけど、今日滞在するホテルが麻布十番のホテルなので、先にね、荷物を預けていきたいと思います。はい、こちらが今日滞在するホテルですね。オリンピックイン麻布です。暑い、めちゃくちゃね、コンパクトなお部屋になります。ベッドはセミダブルです。こんな感じでパジャマもあります。はい、じゃあ今から、代々木に向かいたいと思います。今日ね、あの代々木の方で、お笑いライブがあるんですけど、ちょうどね、前の職場の先輩にお誘いいただいて、急遽ね、あのご招待していただけることになりました。はい、流れ星、笑い星、流れ星、流れ星みたいな方の笑いライブです。久々の東京、いいね。住んでた時は結構ね、六本木10番あと新宿が多かったですね。新大久保か、10番駅から代々木1本なので、急いで向かいたいと思います。ね、始まってますね。面白い。早くして。もう撮ってんから、ひっくり来ないから。ずっと何言ってんの。懐かしいお店ばっかりです。あー、ここ行ったなーとか思い出してきます。はい、今日はね、水炊き屋さんだったかな。着きました。今日のお店、竹橋さんです。ハロー、お待たせしました。イエーイ、久しぶり。イエーイ、いただきます。東京2日目です。昨日は夜友達とご飯に行って楽しい時間を過ごさせていただきました。昨日とあんまり景色変わんないけど、朝の10番もこんな感じです。中華街に着きました。はい、やっとね、横浜中華街に着いたので、早速ね、友達のお店行きたいと思います。でね、今日は日曜日ということで、すごくね、人が多い印象です。全部ね、行列です。めっちゃ美味しそう。小籠包超並んでますね。すごい、どこも。ここはね、豚まんだって。うわ、食べたい。すごい、ふわふわ食感のアイスだって。
こっちにはね、いちご飴屋さんがあります。マスカットもある。ここもね、かわいいカスタードマンとかね、本当に中華多いですね。肉まんも食べたい。わ、美味しそう。なにこれ、シェーファーピンだって。暑いから食べたい。あの焼き小籠包は上海で食べたやつかな。ちょっと裏路地のような感じなんですけど、まあ、こちらにもねお店がいっぱいあります。じゃーん、ついにユンタンのお店発見しました。待ってます。でも本当にあのリンゴがマジで美味しい。パリパリしてて、こんな美味しいリンゴ飴食べたことないっていう。おすすめはどれですか？一番おすすめはプレミアムプレーンで、やっぱり王道が一番人気で。あ、これだ。おすすめですね。美味しい、うん、フレーバーだと、うん、アンニっていう中華街名物として、そうなんだ。へぇー、他にもないやつで。ビターキャラメルとか、あとね、友達このレインボースプレー食べてて美味しそうだった。やっぱり写真映えすごいするー、かわいい、本当に。子供に特に。あ、そっかそっか、ありがとう、ユンタン。東京に行った時によくユンタンとはランチとかね、お茶をしてて、こういうリンゴ飴屋さんをオープンしたいんだとかいう話をねしていたので、とっても感慨深くて、そのお店に今日は行けてすごく嬉しかったです。はい、ぜひ皆さんもね、中華街来たらアンドアップル行ってみてください。せっかくね中華街も来たので、少し、中華料理やスイーツも食べていきたいなと思います。かわいい雑貨屋さんがある。雑貨屋さんも行ってみましょう。せっかくなので小籠包を食べたいと思います。この2色のね、焼け小籠包をいただいてみようかなと思います。店内食べられます、どうぞ。いかがでしょうか、どうぞ。この入り口でね、クローズかな、酢をかけるみたいです。全部クローズだ。はい、じゃあ早速この焼き小籠包をいただきたいと思います。この緑色と白色があります。どっちがね何か分かんないので、白い方から先にいただきたいと思います。うん、熱い。めっちゃ色々はっぱり。こっちがね、肉の方でした。
小籠包初めて食べたんですけど、なんかね、あの蒸した台湾の小籠包とまた違って美味しいですね。焼き小籠包でもしっかりジューシーです。はい、で次は緑色の方、こっちが海鮮かな、食べていきたいと思います。こっちは海鮮です。美味しい。カニみたいな、カニエビの風味がすごい。うん、うまっ。やめろ、いい。じゃあ美味しい。私はね、このね、やっぱ肉まんみたいな方が好きですね。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。4個でね、十分なぐらいお腹いっぱいになりました。あのね、美味しくてさ、一口で食べようと思ったら汁がね、もうブシャってあのかかったので、皆さん注意してください。やっぱりね、小籠包を食べるときはちょっとかじってから、ちょっとスープを飲んで食べるのがおすすめです。はい、じゃあ小籠包を食べてお腹いっぱいになったので、ちょっとね、この後渋谷で予定があるので、渋谷の方に戻りながら行きたいと思います。かわいいパンダグッズがいっぱいです。ずらりと全部パンダ。渋谷に到着しました。ここがね、昔の渋地下なんですけど、すごく綺麗になってますね。渋谷に着きました。すごい、5年前には住んでたんですけどね、上京してすぐはね、学校が渋谷だったので毎日ここ通ってましたね。全然変わんないです。すごい、今スクランブル交差点を渡ってます。あのコロナ前の街並みに戻ってますね。これこれ。最後に東京住んでた時はもうあまり渋谷の方には、まあ、来てなかったので、本当にこっちに来るのはいつぶりだろう。すごい、またね、中華街とは違った客層っていう感じです。友達と合流して、今からちょっとお茶タイムしたいと思います。とはいえちょっとね、日曜日の渋谷ということでカフェがいっぱいなので、あの IKEA のフードコートに来ました。はい、IKEA で、ね、お買い物したかったのでちょうど良かったです。はい、今日の夜ご飯はこちらです。トントンテジ、ここのね、カンナサムギョプサルがめちゃくちゃ美味しいので行きたいと思います。これが噂のカンナです。今日はカオちゃんとご飯です。かわいい、超ちっちゃいな。めっちゃ美味しそう。大好き。ねー、幸せ、嬉しい。最高です。今日は美女と一緒です。シゴネズミです。イエーイ。嬉しい、焼きキムチ、ね、嬉しい、
かおちゃんも久しぶりなんやこれ。めっちゃ久しぶり。思い出してよかった。ね。すごい気持ちない。自体が私のシブリよ。あ、本当、うん、よくそのダムは行くの。うん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 、ダムめっちゃ行くよ。へぇー、ね、噛めるのすごいんだけど、絶対一口ないけど熱っ。うまっ。このマスタードソースな、うん、うまっ。Mmm.